あなたに助けられたのはこれで二度目だな。どうして突然空間転移というのをしてしまうんだ。いいんだ、余計なことを聞いた。あの鬼は白猿というんだ。いつもどこからともなく現れて、私や周りの人を襲って帰っていく剣の呪いだ。私が持っていた剣、一族に代々伝わる宝剣ネイリング、あれはからくり技術の結晶で、鬼を呼び寄せると爺様は言っていた。今からずっと昔、何万年も前、異界に住む鬼を制御して戦の道具に使おうとした文明があったそうだ。けれど制御に失敗し、一夜にして文明は滅んだ。まるで海に沈んだアトランティスのように。ネイリングはその時代の遺物なんだそうだ。私の一族は森人としてそれを保管する役目を負ってきたという。爺様の書斎の隠し部屋にネイリングは密かに保管されていた。でも私は何も知らずに剣は抜いてしまった。物語に登場するような英雄に憧れていたから。その時白猿が現れ、全てを蹂躙して去っていった。爺様はその時に私を守って、それからだ、白猿との長い戦いが始まったのは。剣は壊れてしまっていて、ところ構わず白猿を呼び出す。いつも剣が淡く光り出すんだ。それが始まったらすぐに異界に向かう。そして白猿が現れたら帰っていくまで何とかやり過ごす。それが私の抱えた事情。剣を手放そうともした。けれど必ず私の手元に戻ってくる。使用者の証というものらしい。私の体に流れる血が剣を引き寄せる。死ねば、あるいはこの呪縛からも解放されるかもしれないと思った。でも爺様は私に生きろと言ってくれた。だから私はここにいる。爺様が守ってくれた命をつなぐために。いつの日か必ず。私は白猿と戦い続けてきた、何百回と。でも倒すには力が足りない。あいつは強大すぎる。悔しいが、今はこうしてやり過ごすのが精一杯だ。一つお願いをしてもいいか。みんなにはこのことを黙っていてもらえないか。剣の秘密を知られては迷惑がかかる。いや、本当は怖いんだ、みんなから拒絶されるのが。こんな危ないやつ近くにいたら嫌だろ。ありがとう。大丈夫、みんなは巻き込まない。少しだけ私のわがままを許してくれ。女、妙な力を使っているな。どこで手に入れた。何の話かわからんな。さか知らな小娘だ。お前の仲間から聞き出してもいいんだぞ。確かからくり使いと言ったか。お前なんぞにやられる玉じゃないさ。それに私は偉そうな奴が大嫌いなんだ。クソして寝てな、アホ。
腕が立ち、頭が切れ、度胸もある。確かにあれは厄介だ。供養といい、障害が多い。もっとも、この程度はねじ伏せてすまねばな。世界を変革するためには。お手柄だ。いいところで会えた。ありがとう。すまない。いらっしゃいませ。御霊にしますか？任せてくれ。いいだろう。承知した。ありがとう。行こう。まだ見ぬ世界へ。
いや、ちょっと転校後の練習をな。
い働きだ。機は逃さない。一気に決める。うん、よく頑張った。俺を楽しませてみろ。勝つのみ。頼りになるやつだ。カムナは不愛想だが、あれで可愛いところもないではない。仲良くしてやってほしい。
ありがとう。よし。残るは本体のみ。勝てると思うな。私たちの勝ちだ。あなたのおかげだ。百鬼隊のことが聞きたい。興味があるのか？お前ならいつでも歓迎だ。
躍してるみたいね。二人でみそぎってすっごく仲良しっぽいわね。なんか照れくさい。お疲れ様。いいだろう。承知した。任せて。怪我しないでよね。どんな指南を。無理は禁物。新しい時代を開くために戦う。
だ勝ちのみ。よし、いい勝ちっぷりだ。そうか。では確かに霊山君の命ではないのだな。は、軍師四季の独断で事が運ばれたようです。半ば事後承認の形で事態が推移し、現在の状況に至っていると思われます。ご苦労だった。お前は引き続き敵の監視に当たれ。承知しました。どうかお気をつけて。霊山からはなんて？やはり狐がバッコしているらしい。相馬、お前は一度霊山に戻れ。そして百鬼隊三番隊を呼び寄せろ。俺の三番隊を？敵は早晩動き出す。その前にこちらも体勢を整える。しかしあなた一人で大丈夫か？心配いらんさ。ハーツホ、お前が守ってくれるのだろう？それはもちろんそうだけど。見聞を広めたいとわざわざ歌方から出てきたのだ。この程度の事態にひるんでもらっては困るぞ。わかった、私が守るわ。クヨならすぐにでも立とう。可能な限り早く戻る。それまでクヨ殿を頼んだぞ。ハスホ、大丈夫だ、お前ならやれる。気をつけてね、ソーマ。俺を誰だと思っている？必ず生きて歌方に戻るぞ。誰一人死なずにな。おや、おめえらはこの間悪かったな。見当違いをしまったらしい。ゆっくり話すのは久しぶりだな、紅月。あいつの葬式以来か。はい、雷蔵殿はまほろばの前お頭、サイカ様の親友だった方です。たびたび里にやってきては手ほどきをしてくださっていました。ヤクモに至っては直弟子です。あの坊主も苦労してるみてえだな。侍の当屋相手によくやってる。だが紅月、おめえには失望したぜ。なぜお頭になろうとしねえ？
おめえは彩花に里を託されたんじゃなかったのか。戸様と機内の言うわ、それを願ってあいつは侍を受け入れた。それが言うわどころか内乱だと。おめえは一体何をしてる。五草の英雄の名が泣くぜ。私は罪人です。あなたが望むような存在にはなれません。そんなにお頭殺しの名が怖えか。やめてください。逃げてもどうにもならないぜ、紅月よ。悪いな、紅月のことを頼むぜ。最強だなんだと言われてるが、あいつも普通の人間なのさ。最強だなんだと言われてるが、申し訳ありません。急に飛び出してしまい。お頭殺し。私のあだ名です。聞いたことはありますか？私がお頭を切り殺したという噂を。それは事実です。立派なお頭でした。流浪していた侍たちを受け入れ、戸様と機内の融和を図ったのです。この里で侍と近衛が共存できるのは全て彩花様、そのお頭を私は切りました。2年前、この地にカシリという鬼が現れたのです。人を鬼に変える力を持つ恐ろしい敵でした。何人もの者の負がそれで犠牲に。その中にお頭がいたのです。体を鬼に侵食され、半人半鬼の姿となって苦しんでいました。だから私は今でも目を閉じると浮かんできます。やれ、紅月、私を切れ。できません。できるはずがありません。どうした？最強の名が泣くぞ。真に最強ならばこんなことには。頼む、もう限界なんだ。私を人間として死なせてくれ。かわいい一番弟子の手で。やれ、紅月、私を切れ。聞いたよ、紅月、強くなったな。佐藤、頼むぞ。お頭！
あの時私に別の選択ができていたら、そう思わない日はありません。私は罪人です。その罪を背負って静かに生きるのが償いです。本当にそうでしょうか。あなたのまっすぐさが私には少し眩しい。あなたは死なないでください。もう悲しみを増やしたくありません。ではまた任務で。あなたは死なないでください。もう悲しみを増やしたくありません。ベリズキの様子はどうだった？そうかい、簡単にはいかねえな。俺がサイカと知り合ったのはまだ霊山の訓練兵だった頃でな。俺たちは西のサンバガラスなんて呼ばれてた。俺とサイカ、それにもう一人いたが、もう生きてるのは俺だけになっちまった。時間ってのは嫌おうもなく過ぎちまう。だから後悔のねえように生きねえとな。俺も偉そうなこと言える立場じゃねえが、金軍ってのは嫌われもんだ。必死で鬼と戦ってる時に物の符を取り締まらなきゃならねえ。それはそれでつれえ仕事だ。だが誰かが引き受けなきゃならねえ。里のお頭と同じようにな。無駄話しちまったな。紅月のこと頼んだぜ。無駄話しちまったな。
ねえ、ちょっと待て。行くぜ。出発進行だ。迎えしてやるぜ。背中はお前に預けたぜ。ちょっと待て。一緒に戦うために決まってんだろ。バカな。帰ってください。あなたたちは足手まといです。うぬぼれるんじゃねえ、紅月。いつからこれはお前の個人的な戦いになった。鬼との戦は全ての人間の戦いなんじゃなかったのか。そうよ紅月、こいつ
だけ。それでも、それでもあなたたちを失いたくはありません。心配すんな、この鋼鉄の体を見な。鬼になったりなんかしねえぜ。いや、あなたはいいのです。時継ぐ、ひでえな。おい、何を言っても無駄なのですか。ねえ、一つだけ約束してください。カシルは死の間際に鱗粉を撒き散らします。ちょっと、再生なんかさせないわよ。絶対にこれに触れてはなりません。鬼に体を侵食されてしまいます。わかった、絶対に触れないわ。よし来た、全弾ぶち込んでやる。お願いです、お頭、どうか皆を守って。とやらに気をつければ。最地をもって道を開きます。鱗粉は大丈夫だ。ベニズキ、どこにも見当たらねえ。俺たちは勝ったのさ。本当にやったわね、ベニズキ。ベニズキ、後ろ。しまった。私をかばったのですか。しっかりして。許してください、これも私の罪です。何をするつもり、ベニズキ。何か救う方法があるはずよ。椿、解きなさい。これは私がやらねばならないのです。ベニズキ。待て、博士に連絡する。あいつなら何か手を。それでは間に合いません。ベニズキ、ダメよ。私はお頭を殺したくなかった。
殺したくなかったのです。もしあの時別の選択をできていたら、ずっとそう考えて生きてきました。また同じことがあったら、今度は間違わないよう、今度は自分の心に従えるよう、そう思って罪を背負って生きてきました。博士のからくり、鬼の手を見たとき、私はそれが希望だと思いました。思いを具現化する力、それがあればお頭を元に戻せたかもしれない。あなたを元に戻せるかもしれない。力を貸してください、椿、時継。もう誰も死なせたくないのです。椿、やるぜ。任せて。お願いです、戻ってきてください。体が元に戻ってやがる。よかった、よかった。やれやれ。
もう動けるのですか？よかった、あなたが無事でよかった。申し訳ありません、涙など流して。あなたはいつも無茶が過ぎます。もっと自分を大切にしてください。あなたは皆に慕われるからくり部隊の指揮官なのですから。でも助けてくれてありがとう。よく戻ってきてくれました。私はこの里が好きです。お頭がそうしたように、私も里のためにできることをしてみたい。お頭は許してくれるでしょうか？ありがとう。ならば一歩前。お頭戦技の評議が始まるようですね。先に行っていてください。私もすぐに合流します。岩屋とで会いましょう。では、お頭戦技の評議を始める。10名の推薦人を確保できたのは、八雲と東野の2名だけだ。この2名をもって、お頭の立候補を締め切る。今後は入れ札による投票に移ることになる。異存のあるものはないか？ないようだな。では、現時刻をもって。お待ちください。紅月か。ここに何の用だ？この場を借りて、皆様に申し上げたいことがあり、参りました。私は、お頭に名乗りを上げます。紅月、おめえ。かつてお頭が夢見た戸様と機内の融和を果たすために、今私にできることをしたいのです。あの日私はお頭を切りました。その罪は生涯消えることはないでしょう。それでも受け継ぎたい思いがあるのです。この中に私の推薦人になってくれる者はいますか？私に力を貸してくれる者はいますか？ありがとう。私も推薦するわ、紅月。お前は強い。お頭にふさわしい強さだ。いいのかよ、お頭なんてめんどくせえぜ。あなたは気高く優しい。これ以上お頭にふさわしい人はいない。お前以外には務まらんさ。よく決めたな、紅月。なるほど、慕われているようだな、紅月。だが推薦人は10人必要だ。
これでは届かんぞ。どうする？僭越ながら私も推薦人になってよいでしょうか。覚えておいででしょうか。過日皆様に命を救ってもらった木の枝のものです。その恩返しをさせてください。ありがとう。侍も推薦人になっていいか。戸様居住区が鬼に砲撃されたとき、あんたたちに命を救われた。あんたたちなら平等な里を作れるだろう。戸様のみんなを頼む。自分も推薦人に。私も。みんなありがとう。よかったな、紅月。人望がないな、侍。お互いにな。やれやれ、お頭になるものとはこういうものか、大和。道を行くだけで多くのものが集う。もっとも紅月の力だけではない。お前もまた結ぶものであるらしい。いいだろう紅月、本日をもってお前をお頭候補とする。後日の入れ札に備え己の信ずるところを皆に伝えよう。選ぶのはこの里に生きる全ての者たちだ。あなたのおかげで私は勇気を持てました。お頭になれるかは分かりません。選ぶのはまほろばの人々です。ですが一歩でも前へ。私と一緒に来てくれますか。そうでしたね、あなたが里に現れたあの時から。ありがとう。岩戸の開き手よ、何時に助力しよう。これはまさか分霊。言い伝えは本当だったのですね。私の魂をあなたに託します。どうか連れて行ってください。果てなく続く道の先に。なんだ。よ、やれやれ。
よし。そうか。だが。おらんな。私に話があるのでは。ちょっとクヨ、置いてかないでよね。一人でいたら危険でしょ。あんまり勝手に動かないで。今後は私の許可を取るように。私は子供か。いちいち許可など。何今の音。クヨ？やれやれ、私も甘くなった。残念だよ、クヨ。貴様のことは好きだった。だが、変革に犠牲はつきものだ。